マーク 38-25mm 機関砲は、アメリカ海軍の関西機関砲システム。一門の M242-25mm 機関砲と、マーク8080 80下から構成されており、また、モッド2では、光学標準装置も追加されている。1977年、アメリカ海軍はそれまで使用していた、マーク 10-20mm 機関砲及び、マーク 16-20mm 機関砲の更新が必要であると考えるようになった。この時期までにすでに対空射撃能力に優れたマーク 15-20mmCIWS が導入されていたことから対水上射撃能力が重視されることとなった。この要求に基づいて開発されたマーク38モットレの配備は1986年に開始された。 マーク38で採用された M242 機関砲は陸軍の M2 ブラッドレイ不評戦闘車で既に採用されていたもので外部動力によりチェーンを介して駆動させるいわゆるチェーンガンである発射速度は高くないが信頼性に優れている優秀な機関砲である高角照準装置を備えたマーク38モット2初期のモット0。 m o d 1は簡素な人力操作式で、照準、操作の両方が砲側の射撃員によって行われる。現在では、イスラエルの台風システムを元にした改良型の m o d 2の配備が開始されている。m o d 1からの変化は、球団機構を改良し、電子照準装置や即居装置を備え、砲塔を安定化して遠隔操作式となった。 日本の海上保安庁の 20mmRFS に類似した性格を持ち、艦艇から洋上の脅威に対して射撃を加えることができる。近年、特に洋上対テロ用途のため、戦闘艦艇、補助艦艇に幅広く搭載されている。また、サイクロン急小海艇の主兵装としてマーク96が開発された。 遠隔操作式の砲塔は安定化されている。その他、発射速度を上昇させた、マーク46モッド0というタイプが開発され、メガヘルツマイナス 60S ナイトホークヘリコプターに、搭載されて空中から機雷を探知、撃破するラミックス計画に使用される。アメリカ海軍ほぼすべての戦闘艦艇、補助艦艇アメリカ沿岸警備隊、スペイン海軍フィリピン海軍。 ありがとうございます。